はい、おはようございます。ラスカルでございます。今回はですね、まあサムネにもあると思いますが、ラーメン会ということで、千葉県の八千代台駅にございますいろはにさんという、昨年の2022年1月にオープンをされた煮干し系のね人気店みたいでして、今回なぜこちらのお店に来るきっかけになったかと言いますと、こちらのお店に通っている常連さんが、お店のねオーナーさんと僕が来てくれたら嬉しいよねみたいなお話をしていたみたいでして、常連様からですね DM でご連絡をいただきまして、こんなに嬉しいことはないので僕もですねぜひ食べさせてくださいとご連絡をさせていただきまして、撮影に伺うことになりました。いや、なんかねもう写真とかを見る限りめちゃくちゃうまそうなんですよ。やっぱね僕の動画ではねなかなか煮干し系とか、まあ割合で言ったらラーメンの動画の中でも出る機会って少ないので、本日はですね好きなメニューを好きなだけ食べ尽くしたいと思います。はい、ということで、だいぶですね、店内に入っております。本日ですね、ラーメンを合計4杯とご飯もの2杯いただいていこうと思います。1杯目が通常の煮干しの中華サボをいただきたいと思います。あ、すいません。ということでですね、ただいま1杯目が到着いたしました。到着した段階で相当いい香りしております。早速ですね、こちら出来たてをいただきたいと思います。あーうまい。あのちょっと皆さんも知っての通り、痛風発症してからは煮干し我慢してる日々でございますが、我慢した後の煮干しはうまい。ちょっとね麺いかせていただきます。このスープ自体しっかりと煮干しのねちょっとした苦味っていうものを取り切らずにあえて残して、プラスそこにかかる香味油、このまろやかさが合わさるとねめちゃくちゃうまいっすわ。取り切ってるのももちろん美味しいんですけど、煮干し特有のそれは良さなので、そこを残しつつっていうこの味の出し方がねたまんないっす。せっかくなのでこのチャーシュー巻いていただきたいと思います。おいしい。ただいまですねこんな感じで1杯目もう麺は完食しまして、こちらのね、いろはにさんは、まあ、煮干しのお店なので、結構やっぱり麺もどうしても伸びやすかったりとか、スープ自体もね、風味が変わってしまうので、ラーメンに関しましては、大盛りを対応しておらず、あえだばのみってことなんで、つけ麺に関しては、並盛り、中盛り、大盛りと、対応しておりますので、そちらの方はお好みで注文してみてください。あえだばお願いしてもいいでしょうか？これ結局今日何玉食うかわかんないですね。ただ、ただいまですね、こちら。あえ玉が到着いたしました。あえ玉はこんな感じですね。炙りチャーシューやネギ、玉ねぎがトッピングされておりまして、これで300円です。だいぶ安い。安すぎる。ちょっとあえ玉ですんで一旦ですねこれ具材すべてあえさせていただきます。ちょっとね今混ぜ合わせてみましたけど、中華そばの麺とはまた別の麺ですね。うわうまそう。ちょっとこれいただきます。うん、うまい。十分このあえ玉だけで一メニューになってるぐらい美味しいんだけど、せっかくなんでねぶっつけさせていただきまして、ほんとね、これだけで食べても美味しいし、このね、スープと一緒に食べても美味しいんで、まあ、皆様もね、ぜひいろいろと食べ方試してみてください。追加トッピングとかもあるんでね。
うわ、これはね、食べちゃうよ。そしたらまず1杯目ですね。ごちそうさまでした。ということでですね、ただいま2杯目のラーメンが到着いたしました。濃厚の中華そばということで、見るからにこれスープ濃厚でございます。で、今回ですね、これ現金トッピングの生卵と、ライスもね、追加で注文させていただきました。こちらも合わせてですね、いただきたいと思います。うわー、まあいかがですか、これこのスープが絡んでたまんないっすね。うまい。うん。またね、火加減の違いとかもあって、さっきの通常の中華そばよりも煮干しの香ばしさっていうのかな、いったような香りに近い香ばしさがこの濃厚にはあるんで、甘み、香ばしさで、ちょっとしたほろ苦み、最初の一口目から後味までこのね、味の流れが最高にうまいんで、ちょっといくら言ってもね、伝わりきれないと思うんで、とにかく一回食べに来てください。うまい、やっぱりね、煮干し系にはこの海苔のトッピングとかがすごく合うので、今回ね、こちら濃厚の方は特製で注文したんですけど、ぜひね、皆様特製で海苔だったりとか味玉一緒に楽しんでみてください。うん、うまっ。あ、麺一口分ぐらいしかないですけど、うますぎてね、すっかりライスと生卵を忘れてました。でもこのスープね、やっぱもったいないから、あいだもお願いしていいですか。じゃあちょっとさ、これ最後のね、この残りの麺とか海苔、チャーシュー、これ全部スープにこう浸したものをライスと一緒にね、こういただきたいと思います。うんまっ。せっかくね、今回特製で注文してますんで、この味玉と濃厚スープをご飯に合わせまして、うわ、いただきます。うまっ。ちょっとポイントですね、卓上にこれ黒胡椒、ブラックペッパーありますんで、ご飯に少しこれ、うわ、どうです、この黒胡椒入り最高じゃないでしょうか。うん、こちらの和え玉もですね、先にまずちょっとすべて麺混ぜまして、いろはにさんの通ってるお客様の中で密かにね、ブームになってる食べ方があるらしいんですけど、和え玉を生卵につけてすき焼き風に食べるとめちゃくちゃうまいらしいんですよ。そしたらこちらの生卵にこれですね、和え玉を、今ちょっと画面撮ってるのが辛いぐらいうまそうですね、これ。うわー、めちゃくちゃうまそう。いただきます。みんなやってください。あえ玉と生卵でも400円だから。まあ、ね、400円で食えるクオリティじゃないです。もう、めちゃくちゃうまい。で、これね、生卵注文したお客様には、別途でこれ、醤油、返しですね、ラーメンに使われてるような、タレを別途でいただけるので、ちょっと生卵にですね、入れさせていただいて、
最初のこの生卵だけだと結構ねまろやかになってしまうので、これちょっと醤油返しを入れてちょっとガツンとね、パンチがねすごいと思うよ。うん、皆さんね、これね、煮干し粉とか入ってるじゃないですか。だからいわゆるこれ醤油を入れると、焼き魚にお醤油をかけたと思ってください。香ばしさとか風味がより際立つんで、まず一口目は生卵だけで食べて、二口目からこう返しの方を入れていただくと、よりねなんかその美味しさとか変化が楽しめると思います。これは必須です。ちょっともったいないね、最後生卵全部そうだ、スープに使うためにあえ玉頼んだのにないわ、もう。まあ、すいません、そのまんま全部いきます。多分今日食べる中で一番背徳的なスープを全部飲み干してしまったんですけど、今日ぐらいはいいでしょということで、ごちそうさまでした。はい、ということでですね、ただいま3杯目が到着いたしました。こちら背脂の煮干しということで、背脂と煮干しときたらもう欲しいトッピングが揃ってる玉ねぎと岩海苔、最高でございます。早速ね、いただきます。こんばんは。二郎系のようにこうガッと強火で炊かれてトロトロっていう背脂よりかはこの、ね、プリッとした食感、これが残ってまして、食感とこのスープのすり心地、これがねちょうどいいですわ。うまっ。じゃあちょっとこれ麺いっちゃいましょうか。太縮れで、うわ、うわ、ちょっとですね、こちらの麺の方に岩のりと玉ねぎですね、本当に煮干しとこれで、ね、背脂にはこのコンビが鉄板ですので、うわ、うんうん、まっ。うん、いやー、うまっ。ちょっと今回もねご飯物頼みました。これ見えるローストポーク丼、しっかりとこの炙りの感じとか調味料の感じとかね、すごいテンション上がるローストポークですねこれ。贅沢にこれ1枚とわさびくるみまして、これどうも、これいただきます。ちょっとタレの甘い感じと山椒がかかっててね、その風味、これうまいわ。うまっ。もう一回食いてゴールが見えないここで、ごちそうさまでした。ということで本日はですね、最後つけ麺で締めさせていただきたいと思います。食券の方は一応台で購入してはあるんですが、こちらは一応ご好意でという感じで、この正規の台のサイズではございません。とても増えておりますんで、台はねこんなに多くないんで、ご安心して注文してみてください。じゃあ早速ですね、本日最後のメニューいただきたいと思います。見えますかね、この綺麗な麺線、いやもうこれだけで十分美味しそうだもんね。
まあ、このね、炙りポークですよ。まい。ちょっとですね、一旦こちらのつけ汁を皆様に見ていただきたいんですけれども、このね、色からして超濃厚ですよ。ちょっとこれも一旦そのままいっていいですか。こんな感じでどっぷりとつけ汁つけさせていただきまして、濃厚も美味しかったけど、やっぱね、またこっちのつけ麺になるとよりね、この麺の甘みがね際立ってて最高だね。つけ汁見て分かる通りね、本当にスープ濃厚ではあるんだけれども、こってり系のね、濃厚ではないので、不思議とね、スルスルいけちゃうわ。そしたらただいまですね、残りの麺も3分の1ぐらいかな、まあ、半分以下になってきましたので、この辺りで卓上にございますこの煮干し酢使って一旦味変したいと思います。ちょっとね、煮干し酢を一旦麺の方に、あーで、追加でこれ卓上にある唐辛子をですね、こちらの漬け汁に、で、辛味とね、酸味が合わさった、どうこれ、ちょっとこの味変でね、いただきたいと思います。お酢の酸味を入れることによって、ね、漬け汁の甘みがより際立つというか、この味変もやっぱりこれ一回してみるべきかもね。最後ごちそうさまでした。うまっ。はい、ということで、タイムですね、いろはにさんで4杯、通常販売しているメニュー、すべてですね、本日はいただいてきました。うますぎるわ、めちゃくちゃうまい。やっぱりこういった結構ね、具材を使った濃厚系の、まあ、煮干し屋さんっていうのは、どちらかというとこう特別な日に行きたいというか、ガツンとパンチがあるのでね、日常的に毎日通えるかっていうと難しいところも結構あったりするんですけれども、このいろはにさんのラーメンはやっぱりこの上品さもありつつ濃厚なので、毎日通いたい濃厚系、まあ、そんな感じのイメージをね、僕は持ちました。ぜひですね、ちょっと食べたことない方はまず一度、まあ、好きなメニューで構いませんので食べていただいて、気に入ったと思ったら僕がね、推してるこの全メニューを何回もね、通って制覇してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは概要欄からチェックしてみてください。お腹いっぱいそしたらまた次の動画でお会いしましょう。じゃね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。いろはにさんですね。いやー、こう僕のさ、
動画ではなかなか煮干し系とかチンタンのお店ね行くことも少ないですし、普段でもねやっぱり最近はどうしてもこう我慢してる分、行けるときは家系行っちゃったりとかねしがちなんだけれども、久々にこの煮干し系食べると美味しいね。僕ももともと好きなので結構ね、動画を始めた頃はやっぱり二郎系が多くて脂っこいラーメンが多かったので、普段はねさっぱりしたものが食べたいということでよくねチンタン系ラーメン行ってたんだけれども、うん、改めて俺好きだわって思った、煮干し好きって本当にそれぐらい改めて自分のね好きなものを再確認できるような素晴らしいお店でしたので、ぜひですね皆様もこちらのいろはに様で、美味しいラーメンを食べてみてください。ということで本日の、雑談コーナーといいますか、全体のね、前回の、コメントを拾いつつお話ししようかなと思っております。前回のね、公開させていただいたメニューがマサボーさんのチャレンジメニューですね。ガチチャレンジということで寿司150貫、あれはやばかったね。正直海鮮丼よりも全然量多いんだけれども時間が一緒だからさ、前回海鮮丼がねしっかりと失敗しまして、しっかりとね、そこからあのお寿司のチャレンジということで1ヶ月ちょっとぐらいの期間だったとは思うんだけれども、やっぱりこう大食いのね調整をするとしっかり食べれるようになるもんだなと、この年になってもこう食べれる量がね増えるもんだなぁと、自分でもというか自分が一番びっくりしております。嬉しい結果でございました。で個人的にはねかなりガチチャレンジだったとは思ってますし、喋ってないなぁぐらいな感じだったんですけれども、やっぱりねコメントを見ると思ったよりも喋ってたなんていうこともね結構いただいておりまして、このあたりはねこう感覚の違い難しいなぁって思いましたね。ガチチャレンジと言ってもね、やっぱり僕も本当にガチガチのガチで大会とかに出ても、こう、コメントをすることもね、もちろんあるので、やっぱり僕自身が慣れてるっていうのもあるんですけども、あれぐらいが、ガチガチのガチって感じなんですよね。一言も喋らずにってのはもう多分ないかな。やっぱ馬とか言っちゃうだろうしな。っていうところでございます。そのあたりはですね、ちょっともしかしたら感覚の違いとかがあるのかもしれないけれども、僕のガチガチのガチでございました。今後もですね、今後もやっていこうかなと、もちろん思ってます。ただね、最近ではですね、ちょっと我慢してる分、食べるものをね、してる分、自分の意思が先行しすぎまして、スケジュール帳を確認したら全然チャレンジメニューが入ってないと、ちょっとね、驚いてる感じでございますので、必死になって、撮影、チャレンジメニューね、入れていきたいと思います。なかなかね、僕らのガチになるような量のチャレンジメニュー、例えば6キロ、7キロぐらいのものってね、世の中にはさすがになかなかこう販売してるチャレンジメニュー、挑戦者おいでみたいなお店さんは少ないので、皆様もですね、情報を知っていたらぜひ教えていただけると幸いでございます。僕らもね常日頃からツイッターとかインスタとか大食いチャレンジメニューみたいな感じでねハッシュタグ調べてるんですけれども、それでもね調べきれない部分ありますので、ぜひ皆様の知ってる情報コメント欄に書いてくれると嬉しいです。はい、そんな感じでございます。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。